エンクロージャーは囲い込むものという意味で機械類を格納する筐体のことである。例えば IT 業界のサーバーエンジニアなどがエンクロージャーというとブレードサーバーを格納する筐体等を指す。ただしオーディオマニアがエンクロージャーという場合はスピーカー用のそれも全体域用または低音域用のものを指す場合が多い。これも一般の人に何を指しているのか。 明確にしたい場合は、スピーカーエンクロージャーラウドスピーカーエンクロージュはと呼ぶのが正しい方法である。スピーカーのエンクロージャーには、スピーカーユニットの前面から出る音と背面から出る音を分離する役割がある。スピーカーユニットの振動板は前後に互いに逆小の音を放射するので、この音同士が干渉すると低音域では打ち消し合ってしまう。そのため、 スピーカーユニットを裸で鳴らすと低音が出ないが、エンクロージャーに取り付けることで低音を再生できるようになる。サイズの非常に大きなスピーカーユニットはそれ自体が持つバッフル効果により、エンクロージャーがなくても低音域まで再生できる場合があるが、それでも低音域が弱点となる場合が多い。また、スピーカーユニット背面から出る音を単に分離するだけではなく、 低音域再生のために活用するエンクロージャー形式もある。ありがとうございます。